赤ガエルっぽいイメージでチャン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 と動かしてたらダーン。おはようございます、つりこ TV です。2月の三島湖に来てみました。今日はねちょっと気温がそんなに上がらない予報なんですけども、朝の車の気温計は0度指してました。最高気温もね9度ぐらいまでしか上がらないっていう予報なんですけども、こんな感じで、スピーニングからベイトまでね、いろいろ織り混ぜて持ってきてみました。今日はね、ディーパー持ってきました。まあ水温計代わりに使おうかなということで、もちろんベイトの群れとかね見つけたらラッキーって感じなんですけども、上流の水温はどんなもんか、下の方ははたまたどんなもんか、水温計代わりにねポチャンと入れてね使ってみたいと思います。じゃあ頑張ってみたいと思います。まず朝のね水温はね 7.4 度、結構ね先日あったかい雨が降ったんで上がってるかなと思ったんですけども、ちょっとね放射冷却かな、氷水温の温度ですけども、7.4 度って出てますね。まあまああんまり気にしないで打ち始めたいと思います。でもまだね10度を下回ってる、2月だからとはいえ買ったばっかりのブラウスレンダーとかこんなんで作ったら楽しみな。はい、豊房筋のね一番行けるところまで来てみましたけど、ね見えるかな、水深がね、もう70センチとかになっていて、この先にね岩の行き止まりみたいなのがあるからそこまでかなっていう感じですが、水温はね 7.4 度ね、そんなにね中流と変わんないなーっていう印象があるんですけど、ただまあねあったかくはないよね。だからどうかなー、まあ浅いところねパシパシ打っていけばいるとは思うんで、ちょっと引き続きやってみたいと思います。まずはね午前中のタイミングで豊草筋の一番上まで来たところ、7.4 度ね。あとね、夫婦筋の上流もじゃあ何度ぐらいなのかね、まだ時間があるんでそんなところ見に行きながら打っていきたいと思います。
よっしゃ、きつそう。よっしゃ。はーい、ブルスライドフィッシュ、イエーイ。はーい、ブルスライド来ましたよ。一匹芝居取りました。いやー、いい引きだった。いやー、このね、グン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 って始まってね、こんな感じで、コンツアージグにブルースライドの組み合わせ、いやー、もう手がかじかんじゃってるけどね、いい場つきましたよ。ブルースライドフィッシュ、イエーイね。スコアッパのカラーでちょっとね、茶色っぽい赤ガエルっぽいイメージでチャン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 って動かしてたらダーン。はーい、これは嬉しい。ブルースライドでね、ナイスバスいただきました、イエーイ。ほいで、タックルはね、ロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスに、ジーニアスプロジェクトのね、グラビアスのギアヒが、7台のやつですね、こんな感じで組んでおります。イエーイ、やったね。はい、ブルースライドフィッシュはダダダダダダーン、43センチってとこですかね。2月にこれは嬉しいでしょう。43センチ、シャローから引っ張り出しました。じゃあ逃がしてあげます。いやー、久しぶりに大きな口。嬉しいね。ありがとう。あ、噛んできた。イエイ。で、改めてなんですけども、水深はね、こういう感じでもう 1.4 メーターぐらいで、水温はね、7.6 度って表示してますね、結構浅いところですけど、まあ、天気はいいけど、こんな感じのタックルで、ブルースライドにコンツアージグで、こういったね、これラインがね、20ポンドぐらい入れてたと思うんですけど、フロロカーボンの20ポンドに、こういう、まあ、ミディアムヘビーからヘビーぐらいの竿でね、ちょんちょんちょんってやってたら食いました。じゃあ引き続き打っていきたいと思います。あんなね、なんでもない、まあなんでもなくはないんだけど、そんなに込み入った感じじゃない。カバーの表側にいましたね。通常のオリジナルのブルフラットよりなんか小粒でキュッとしてるから、なんだろう、オリジナルだと、あ、入っていかないなってところに、こう前方重心で
で重りもあってだからデュルって入っていく感じが結構、まあバックスライドだけでなくてこういうなんだろうちょんちょんって少し入れたいななんて時に使いやすいのかな。ブルースレンダーもトゥルンって入っていくけどさらにこのブルースライドはチュンって入っていく、なんだろうそんな感じかな。うん、いるはいるんだね。もう全然濁ってて何も見えないけど丹念に打っていけばあるんだね。いやー楽しい。はい、はい、はい、夫婦筋の上流まで来てみました。ちょっとね水温の方確認しようかなと思って、ディーパーを水に入れてみたんですけども見えるかな、8.6 度ほどということで10度を切っている状態ですね。まあさすがに2月なんで冷え冷えですね。うん、8.6 度かってことで、でねあとねクリアアップしてるんですけど三重バスの姿もゆっくり探してるんですが見えないので、またね下りながらちょっとねいろいろと見ていきたいと思います。はい、というわけで帰ってきました。かなり久方ぶりのですね三島湖長江だったんですけども2月でも寒いしこれダメかなって思ったんですけどもこれねちょっとね試してみたかったこのブルースライドを赤ガエル的にね使えないかなと思ってね、持って行ったところね、結構いい魚が釣ることができましたっていうことで改めてねちょっとその時の状況なんですけども、まずタックルがですね、まあ、こんな感じで、ジーニアスプロジェクトのですねこれグラビアステリールですね、あの返すプールとかがついていて結構使いやすいお得なリールなんですけどもこれにですねラインはオルトロスのですねフロロカーボンラインのこれ20ポンドね、結構太めの糸を入れてるんですけどもこの時期ねガシッとねでかい魚が食ってくる可能性が高いので普段はあの16ポンドとかを使うことが多いんですけども今回は安全を見てねフロロカーボンの20ポンドラインっていうねちょっと太めの糸深みぞプールに入れ込んで使ってみました。で、竿の方がですねこれちょっと逆側向いちゃってるんですけどもロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスっていう、まあ、17ポンド以上の糸を使って気持ちよく曲がるよっていうねそういう竿なんですけどもあの先日びっくりしていただきましたか。なんとねこの竿を開発したロデオクラフトの松本さんのバックシートに乗ってねあの釣りをする機会に恵まれたんですけども本当ねこの竿をね使ってねまあどういう感じでこのねホワイトウルフってのができたのかなってあそこあのホームページとかもないしこれ結構高級な竿なんですけどもどういうところで出したらいいのかなとかね自分で試行錯誤をしながらね使っていたんですけども、松本さんにねいろいろとどういう感じだよってね、聞くことができて、結構もうね自信を持って使えるようになってきたんですけども何にしろ軽いから結構冬場のね、手がかじかむ中ねテキパキと投げていかなきゃいけない時とかにこの軽さとあとは
バラさない独特な曲がりとね、あとはそのアクションをつけやすい穂先の方の張りであったり、非常にね、なんだろう、ジグストの釣りなんかでこの17ポンドクラスね、使いやすいので気になってる人はね、ぜひチェックしてみてください。はい、それとね、今冬の時期っていうことで、今回はねこのディーパーね、久しぶりに持って行って、ちょっとね役に立ったなっていうのがあって、結構ね釣れたのは全体的に見ると、上流域しかも浅いところね、2月のこんなタイミングで結構ね上の方で釣ることができたんですけども、そんな時にまあどちらかっていうとそのベイトフィッシュを見つけるとかではなくて、水温計代わりにね今回は大活躍してくれたな。例えばもう朝の気温なんかも、0度をね、指していたんで、あんまり上流域が例えばもう4度とかね、そんぐらい冷たかったら見切ろうかなって思ったんですけども、行ってみてね測ってみたら案外水温があったんですよね。この水温だったら入れるでしょうっていう目安になって、それでもってね、自信を持って打ち続けることができたんで、まあそんな感じでちょっとした水温計代わりにも使えるよっていうところと、まああとは、まあいくらなんぼなんでもね、一番上まで行ってみたんですけども、浅すぎるところはね、ちょっとなかったなっていうことで、この時期のキーポイントの一つ、その最上流の一個下、ね、ここら辺からはディープエンドを越えて、ただ最上流じゃなくてっていうね微妙なところ、そういうところの水深の傾向だけはね調べたいなっていうのがあって、最上流のほんと一個下かといって、そのさらに一段下まで下ったところではないよっていうね、そういう水深の目安を常に意識するために、今回はねこのディーパーのね、お手軽に使える魚群探知機っていうのがね、役に立ったな。あんまりねそうベイトフィッシュを追っかける展開じゃないんだよなんていう時はね、ほんと準備も楽なんで、こういうディーパー1個持ってればね、今回みたいないい魚ゲットできたりするんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ久しぶりに登場ディーパー役に立ってくれたっていう感じでございました。はい、でね、今回活躍してくれたルアーなんですけども、これねデプスの新しく出た、ブルースライドに、これまたねデプスのですね、コンツアージグですね、コンツアージグの8分の3オンス、この組み合わせで、使ってみました。このコンツアージグっていうのがねガードが適度に硬くて、な結構ね、障害物にねポコ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 こう投げていくような、そういう使い方だったので、でフラットバックジグでもいいなと思ったんですけども、ちょうどねこのワームと色合いが合った感じのねジグがねコンツアージグしか持ってなかったんで、このねコンツアージグをつけてですね、投げてみました。この独特な張りのあるですね、なんだろう、スカートがいい感じでね、このなんだろう、ボリューミーなんだけどそこまでボリューミーじゃないっていう、こんな感じのね組み合わせが、パラパラーとしたこのスカートの感じとねバランスがすごいいいなと思ってね、で色合いもちょうどいいなっていう感じで、それで投げてみました。で、肝心のねアクションなんですけども、基本はハイシーズンにやるジグストの、使い方を投げてね、ビン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 ってひたすらこうラインにね、なんだろう、振動を与えて泳がしてくるみたいなイメージで使ったんですけども、それよりはまあ2月っていうこともあって、投げて着水してからちょっと待ってから、そのジグストのアクションをね、するような感じでやってみました。でね、まあ水槽もあるのでどんな感じかね、実際に水槽の中でのこのセッティングでの動きなんていうのもまずご覧ください。
はい、というわけでブルっていう名前がついてるんですけど、このブルスライドっていうのはね、なかなかバランスが従来のブルフラットと違うので、またちょっとね違った感じで使えるなっていうのが非常にね、投げていての印象です。っていうのが、このブルスライドっていうのがちょっと、独特な、中身になってまして、こっちの上の方にねバックスライドさせるために重心重いねやつが入ってる、塩とかが入っていて、でその周りはノンソルト素材が覆っていてっていう感じで、均等に重量が配分されているわけではないんですね。なのでこの頭のヘッドの重りと前の方にあるそのバックスライドさせるためのね、重い素材、これがこっち寄りに頭の方に集中できるために、であとこの微妙にスレンダーまではいかないんだけど、従来のブルフラットよりちょっとスマートな体型がちょっとしたカバーに入れやすいなっていうね印象がありました。ブルフラットって、ちょっと待ってくださいね、ブルフラットってこういう感じで結構平たいじゃないですか。なのでこれをジグのトレーラーにした時、こうジグストでバタン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 ね、泳がせるのは非常に泳がせやすいんですけども、カバーの中に少し入れたいなっていう時にそのカバーの上にベタって乗っちゃって、で8分の3オースとかだとそのカバーを破って中に入っていかないんですよね。この平坦なボディがペタッとカバーの上に着地っていう感じでしちゃって、そんな時に、このブルースライドプラスっていう感じのセッティングであれば、このヘッドの重さでもね、ここはちょっと入れたいなっていう時にドゥルって入ってくれやすいんですよね。これがね非常にね使いやすいなと思って、でこのね2本のねレッグがまあなんていうか、ちょっとカエルっぽいかな、これはなんかもうちょっとギルとかフナとかそういう感じをイメージしてるんだとすると、このシルエットだとなんかまあこの時期人気の赤ガエルパターンとかにちょっと近いのかななんていう感じで、はたまたはたまたですね、このブルースレンダーですね、こっちだともうちょっとなんだろう、ベイトフィッシュライクというか、でこれも去年使ってすげえよく釣れたんですけども、これはもうちょっとなんだろう、ベイトフィッシュを意識してるななんていう時にトレーラーでつけたいなっていう印象があって、あとノーシンカーでもものすごいよく釣れたんですけども、そんな時もなんだろう、この2月とかにねよく言われてる赤ガエルパターン、赤ガエルを意識したようなね、そんな展開の時にこうやって従来はねバックスライドで使うよっていう、ために作られたワームなんだと思うんですけども、2月のねこういうタイミングでああいうなんだろうブリブリのバスが反応してくれたんで、こんな組み合わせいかがでしょうかっていう感じでね、すごいね気持ちいい釣りができたんで、ね、これはちょっとお気に入りのセッティングになりました。はい、というわけでね、ちょっといろいろ見てきましたが、まあ何にしてもね、2月の時点でこれなんで、もう3月、4月、5月、6月、7月、8月、まあ秋ぐらいまでね、これちょっと期待できるんじゃないかなっていうね。まあ何にしてもこのデプスの、食べたら離さないこの素材ですよ。で重心が今までの、ブルフラットとはちょっと違うよっていうね、いろいろなね、釣れるルアーはありますけども、そこら辺でまあこういう感じで選びながらね、遊べるようになってきたってね、本当にね面白いなと思って、またね2021年もいろいろと投げ込んでみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですね、ニューワームですよね、ブルスライドね、これでいいバスが三島湖で釣れたぜって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。